ソウルパワーチルドレン、今週は僕たちドロップアウトが担当させてもらいます。今日はですね、ドラムの僕アタゴが配信させてもらおうと思っています。自己紹介っつっちゃなんですけど、今ですね、ランニングと筋トレにすごいハマってまして、毎日のようにどちらかか、まあ両方する時もあるんですけど、やってまして、今コロナウイルスの影響でライブ活動などできませんけど、まあ収束した頃にはですね、まあ僕の筋肉もまあ仕上がってると思うんでですね、上裸になってですね、ドラムを叩く姿も、見れるかもしれないということで、そちらの方もね、楽しみに、待っていてくれたらなと思います。僕からはですね、大きく分けて3つですね、ドロップアウト結成秘話とソウルパワーの思い出とアンダーザステージについて、話していこうかなと思っています。まずはドロップアウト結成秘話について話していこうかなと思います。地元バンドでも若手の子とか、最近僕たちのことを知ってくれたお客さんとかは詳しく知らないんじゃないかなと思うんで、ちょっと話していこうかなと思います。僕らドロップアウトはですね、結成して今8年ちょっと経ちました。最初はですね、特に仲のいいわけでもなく、会っても挨拶する程度の3人やったんですけど、まあみんなバンドをやりたいなって気持ちはあるけど、まあいろんな事情があったり、バンドメンバーがいなくてできてないっていう3人でした。それを見かねた敏夫さんがですね、お前ら3人でやってみたらどうやって声かけてくれて、じゃあちょっとスタジオでも入ってみますかみたいな軽いノリから、結成まで至ったのがドロップアウトです。最初はですね、ギターはヒュゲコではなくてまた別のメンバーがいたんですけど、まあ、その子が半年ぐらいで脱退して、でそこでヒュゲコが加入して、今の3人になりました。なんで今の3人になってからは、7年半ぐらいですかね、一緒にやってます。まあ、ソウルパワーの敏夫さんが声かけてくれて結成まで至ったんで、まあ、僕たちは生粋のソウルパワーチルドレンなんじゃないかなと思ってます。次はソウルパワーの思い出について話していこうかなと思います。まあ、ソウルパワーの思い出ってもう本当、もう数えきれないぐらいあるんですけど、とりあえず今日は、その中から2つ話そうかなと思います。まず1つ目いきます。僕がですね、人生2回目のライブの時に、それはドロップアウトではなくて、以前やっていたバンドなんですけど、その2回目のライブの時にですね、Good for Nothing と、対バンさせてもらえることになりまして、まあ、地方の特権っていうんですかね、まあ、地元枠が一つあったところ、まあ、僕がその Good for Nothing に憧れてバンド始めたっていうことも、敏夫さん知っていたんで、まあ、僕らを大抜擢してくれまして、対バンさせてもらいました。まあ Good for Nothing と対バンするのを夢見て憧れて、始めた僕にとってはですね、もうそれはそれは刺激的な一日になりまして、まあ、その一日があったから今もバンドを続けられていると言っても過言ではないぐらい、僕にとって、大事な大事な一日だったかなと思っています。Good for Nothing はですね、富山に来る際はその後も、何回も対バンさせてもらったり、僕たちが初めて、全国リリースさせてもらったファーストミニアルバム Shine、の帯もGood for Nothingのゆうたんさんに書いていただきました。なんでですね、その人生2回目のライブっていうのが、一つの僕の
ソウルパワーの思い出になっています。2つ目に行きます。あれは5年ぐらい前ですかね、ソウルパワーでライブしまして、打ち上げ中の出来事なんですけど、あれはポイテイスターとかもいた日ですね。はい、打ち上げで、お酒を飲みすぎちゃいまして、まあ完全に僕が悪いんですけど今思えば、はい、ちょっとその打ち上げ中に、ちょっと悪いことというかいけないことをしてはいけないことをしちゃいまして、まあ今ここでは詳しく言えないんですけど、まあ、もし、詳しく教えてくれよって人がいれば僕の方に直接聞いてください。はい、答えます。はい、それでですね、まあ打ち上げ中に俊夫さんに顔面をぶん投げられまして、はい、あれは痛かったっすね。はい、それでですね、まあそれはそれは、悲惨な打ち上げになったことを今でも、深く反省して、反省し覚えています。はい、それでですね、打ち上げが終わって帰宅してから俊夫さんに今日はすみませんでした、今後このようなことがないようにしますと、LINE をして寝たんですけど、そしたら次の日の朝に返信が来てまして、今から寿司行くかと来てまして、でまあ僕がはい行きますと返事をして、あれは寿司玉かな、はい、連れてってもらいました。でまあそこでいろいろ話して、まあ心がすごいすっきりしたのを今でも覚えています。はい、それが僕のソウルパワーの思い出2つ目ですかね。次に、アンダーザステージについて話していこうと思います。アンダーザステージはですね、ソウルパワーの下にある、俊夫さんの奥さんの優子さんが、経営している CD ショップになります。富山はですね CD ショップがほとんどありません。なんで、インディーズバンドの CD を買える場所っていうものがですね、ほぼなく、富山のバンドマンやお客さんにとってはアンダーザステージっていうのは本当にかけがえのない、なくてはならない大事な CD ショップだと思っています。僕個人的にもですね CD っていうものがすごく好きで、自分の好きなバンドの CD はもう買わずにはいられないっていうタイプなんですけど、あ、そうですね、今ちょうどマイホームを建ててまして、マイホームのダイニングかな、ダイニングの壁ですね、壁を一面 CD ラックにしちゃうぐらい、CD が大好きな男なんですけど、それもアンダーザステージでですねたくさんの音楽に出会わせてもらって、もっともっと音楽のことが好きになったっていうのが、ここまで僕がこの CD が、大好きになった一つのきっかけだと思っています。まあ、その他にもですね、アンダーザステージのイベントに出させてもらったり、ライブをブッキングしてもらったり、僕たちの、全国流通版を、出した時も大変お世話になりましたし、本当に感謝してもしきれないぐらい感謝しています。いつもありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。まあ、今コロナウイルスの影響で、苦しい状況が続くんですけど、コロナウイルスが収束してまた、新しいソウルパワーができてライブができるようになった時に、よりパワーアップしたソウルパワー、よりパワーアップした地元バンドを見せれるようにですね、僕たちもできることやって、こうやってソウルパワーチルドレンみたいにね動画配信していくのも楽しいですし、まあ地元バンドの、モチベーション維持していけたらいいなと思っています。ということでですね、僕アタゴの配信はこれで終わりにしようと思います。次はですねベースボーカルである香織につなぎたいと思います。香織の配信をお楽しみに。またねー。